ソロバンスケボー、ストロングスタイルのお笑いタッグマッチ。はい、どうも皆さんこんばんは。さあ、今週も始まりましたストロングスタイルのお笑いタッグマッチでございます、はい。では最初に簡単な自己紹介をしたいと思います。私たちはですね、仙台を中心に活動しているお笑い集団 T ライズというところに所属しておりますお笑いコンビでございます。我々お笑い集団 T ライズは毎月1回の定期的なライブ、その他各メディア等に所属芸人が出演して仙台のお笑いを盛り上げております。ここラジオ3さんで毎週月曜日から金曜日の夜10時から10時半の間、我々 T ライズの面々が選挙させていただきまして、ゴールデンラインという名前がついております。初めの月曜日は我々ストロングスタイルがお相手でございます。はい、お願いします。はい、さあ、今日はですね、7月の1日ということでございまして、7月入りました ね、はい、もう後半ですよ、2024年も。あ、確かもう後半入った、もう梅雨も入ったしね、はい、梅雨ね、入ったり出たりね。出てね出たのは聞いてね、入ったしか聞いてない。入ったらもう入ったまま、入ったままなんだ。入ったまま終わるまで、終わるまでなんだ。出るのは無理なの。出るのは無理なの、梅雨っていうのは、うん、梅雨っていうのは。なるほどね、そういうシステムらしいですよ皆さん、ただ昨日、まあこれ収録してるの26ですけど、25、うん、昨日ちょっとね、2時過ぎぐらい歩いてたら、うん、天気なのに結構な雨降ってました、ね。ああ、確かにね、そんな中ほら傘持ってないから、はい、ずぶ濡れになりながら、もうドラマのワンシーンみたいな感じだ。ちょ待てよっつって誰もいなかったのに、ちょ待てよっつって。あれ、あのシーン雨降ってた分かんない、うん、雨の中だとさ、なんかさ、うん、ちょっとドラマのワンシーンっていうとどうしてもやっぱ、うん、ちょ待てよって言いたくなっちゃうんです。 なるほどね、はい、そうそうそう、まあ、6月も空いて、山形のさくらんぼがすごい送っていただいて、うん、おう、佐藤錦と、はい、山形にそんな知り合いなんかいるんですか。山形からは魚買いに来る人もいるのよ、うち。へえ、うん、山形からわざわざ。そう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 、大春ファンがいるわけだ。そうなんですよ。でお中元とかでさくらんぼとか買ってもらって、はいはい、大量に届いて、もう腹いっぱい食ってます今。美味しい、やっぱりね。なんか それをなんか今日は今日はそれ今日一日働いてたから悪くなっちゃう。いや、なんかくれる勢いなのかなと思って。あ、確かに。ちょっとね、1ヶ月に1回ぐらいちょっとサウナの話してると思うんだけど、はい、この前も例に習ってね、うん、僕週1、2ぐらいで行くんですよ、うん、でサウナ行ったんですけど、うん、ちょっとそこでね、やらかしてしまいまして。え、漏らしたの。今まだ言ってください、漏らした方がまだ良かったかもしれないぐらいの、うん、マジ何やったのお前やめてよお前、すぐ今はもう本当、Twitter とかにも書かれるんだから。そうそうそう、何僕ね、ご存知の通り、うん、まあ、井戸川さんもその部類ですけど、うん、涙腺弱々おじさんじゃないですか僕はそんなことない。いや、あなたもですよ。あなたも相当です。僕はそんなことない。俺の影に隠れてるだけ。いやいやいや、あなた、そんなあなたに言われるほど俺は弱くない。いやいや、あなたも相当ですよ。そんなことないです。同じ部類なんだから。違うんですよ。ただ俺が、ちょっと、強すぎるだけで、もう CM の2分とかでも泣いちゃうから。うん、いや、俺はそれはないもんだ。いやいや、伊藤さんもその部類ですよ。いや、違う。ないです、ないです。うん、だから動物が出てきたらダメだ。あ、そうそうでしょ。あ、もうダメじゃんそれ。ワンちゃんの話とかはもうアウト、うん、でしょ、うん、あと赤ちゃんのさ、成長するとかダメでしょ。赤ちゃんの成長するのはまだ大丈夫。そんなもうおいおいって感じで別に全然だ、うん、何強がってんのよ。おい、どこのガキだおらって言って乗り越えられるから、ね。いや、そんなこと、あなたはさっき駐車場で猫ニャーって言ってましたよ。猫ニャーとは言ってない。猫ニャンコちゃんって呼んでた。ニャンコちゃんって言ってましたよ。ニャンコちゃんって言ってました。ね、サウナ行ったんですよね。うん、で、そんな日は平日 で、夜8時ぐらいかな、はい、に行って、混んでなくて、うん、ああ、今日はちょっとそんな混んでないなと。ゆったり入れる。はい、嬉しいなと思ってたんですよ、うん、だからちょっと伸び伸びできるなという、はい、別にそんな大の字になってられるわけじゃないですよサウナで、うん、ちゃんと自分のスペースを、はい、一人前のスペースの中でこう言ったりはするんですけど、はい、でサウナってね、井戸川さん何回か行ったことあるんですよねサウナね。ありますよね、うん、まあまあの確率でテレビあるんですよ。まあテレビあるとかありますね。そうそうそう、どっちかって言ったら結構古いとこ多くて、うん、もしかしたら、うん、
で、テレビがあるんですよ。うん、それをみんなで、こう、なんつうの、何気なくこう見る人もいるし、がっつり見て、うん、時間内、がっつり見る人もサウナ内ね、うん、いるんですけど、うん、結構ね、そこのサウナ、うん、スポーツ流すことが多いんですよ。うん、スポーツ。はい、でもその日は、スポーツがやってなかったのか、うん、ゴールデンタイムの、うん、なんていうの VTR 世界のなんか、うん、びっくり映像とか、うん、なんかそういうのだったり、うん、あと感動的な話を流すみたいな番組だったんですよ、うん、でそれをね、うん、ちょうど入ったタイミングでその赤ちゃんを、うん、なかなかお子さんができなかった海外の方ですよ、うん、アメリカの方の、うんうん、の方がやっとお子さんが授かったと、うん、でもちょっと病気が見つかって、うん、もう今この瞬間産まなきゃいけないみたいな、うん、12週だから 2,3 ヶ月早く、うん、でそので、帝王切開で産まなきゃいけないみたいな、うん、で生まれて、でその体重が標準の5分の1ぐらいみたいな、うん、でその子がこうちょっと成長してって、うん、でその奮闘だったりとかを、うん、やってたんですよ、うん、それを見てたら、うん、まあそういう VTR ってさ、だいたい10分尺ぐらいじゃん、うん、がっつりサウナの時間と一緒なんですよ。うん、はいはいはい、VTR ほぼ丸々見てしまって、うん、恥ずかしい話、うん、俺サウナで泣き出したんですよ。恥ずかしいな。もう恥ずかしいな。周りに入ってる人ドン引きですよ。その時ね、俺含めて、うん、おじちゃんが3人ぐらい、うん、俺の10個上とか、はい、でちょっと僕より若い20代後半、うん、30代前半ぐらいの、うん、2人組の方、うん、2人と、うん、で僕の後ろに、はい、僕より10歳20歳上ぐらいの、うん、なんていうの、年上の方々が、うん、先輩方が、はい、3人ぐらいいまして、うん、俺泣いてしまったんですよ、うん、ポロポロと、うん、ポロポロで、うん、止まんなかったんですよ、うんわかります？僕のやつね。ええ、おえつする感じね。みたいな。そう。ドン引きですよ、まあ、いやいや。そうでしょ、うん、そうでしょ、うん、大爆笑ですよ、ね。それでね、うん、怖いのがね、うん、それに触発されて、うん、後ろのおっちゃんたちも、うん、泣き出した。バカじゃねえバカじゃねえの、そのじじい。うん、俺と一緒に我慢してたんですよ、多分、うん、ええ、うん、我慢してて、うん、で多分僕より先に入ってたんですよ、うん、その方たち、うん、でも VTR に集中しちゃって、はい、もう出るタイミング見失ったんですよ、多分、うん、で俺が VTR 途中で我慢できず泣き出して、うん、俺のスッスッっていうやつに、うん、多分触発されて、うん、後ろの3人も、うん、もうあとコーラスかのように、うん、ええ、もう臨床のように重ねてきて、うん、で多分あれだな、その30代か20代ぐらいの2人はドン引きだ、はい、あ、伊藤さん、うん、その2人も、うん、泣き出してバカなんじゃねえかこいつこの一体バカばっかりじゃねえかバカじゃないバカで誰もだってサウナって静かなとこじゃん、静かなとこだろ、何静かなところでそんなお前感動的な VTR 見てみんなでってお前大の大人がバカじゃねえよだからね、汗と一緒に、ちょっと涙もね、目の汗も止められなかったんでしょう、ね、やかましいわ、お前なんかね、もう暑い、空間暑いんですけど、なんかあったかい雰囲気になりましたね。あったかい雰囲気じゃねえよ。LINE 交換しろ、そいつら全員。全員我慢して、あれはね、サウナが悪いですよ、あれ。いや。ああいうところで、感動的な V とか流しちゃいけないと思います、うん、僕。そんなスポーツを流すべきです。そんなまじまじと見る人はいなかったんじゃないの。いや、いるんで、みんなね、結局ね、何もやることないから、うん、この集中しながらやっぱテレビ見ちゃうんですよ、うん、目の前にあるから、うん、だから、でそれで入っちゃうんですね、気持ちが入っちゃうって言われた。怖いですよ。怖いですよ。じゃあよくそれで泣けたね、お前いやいや、だからもう過酷な環境の中サウナって過酷な環境なわけじゃん。しかもそこ高温なんですよ。すごい、やっぱその暑い中でやっぱこう、その暑さを耐えて汗を流してみたいな場で、うん、はい、よくそういう空間になるね。あれよくない。あれ大体サウナってワンセット10分ぐらい入るんですよ、うん、あれと同じ尺で V 作っちゃダメなんですよ、うん、それを見ちゃうもん。だそれを見越してだからそのディレクターも編集したわけですよ、うん、サウナに合わせて聞か
り見ちゃって。きっかり見ちゃってじゃないよ。でもう泣いちゃって、多分みんなも我慢して、俺がね、ちょっとみんなの先頭を切ってしまったのが、うん、切り込み隊長としてね、うん、入ってしまったのが、うん、よくなかったですね。よくなかったです。でもその後ね、あのそのタイミング、その瞬間、あんま空いてたから、うん、混んでたら多分誰かは入ってきて、うん、多分びっくりしたと思うんですよ、うん。なんでこの人たちこんな泣いてんだみたいな。うん、だからそれは誰も入ってこなかったから助かりましたけど。いや、それはだから、一回だから入ろうとしたんじゃない入ろうとして、開けたらガラス越しで、うん、あ、これやべえぞ、今入ったらみたいな。みんななんか肩震えてるみたいな。やべえ、こいつらやべえっつって。やめようぜっつって。多分水風呂に行った人たちもいますよ、それは。で、大体その高温サウナって、大体80度から90度ぐらいなんですよ。うん、僕行ってるとこって、結構だから100なんですよ。うん、その100のところで。その過酷な環境の中。はい、10分間。うんうん、大の男6人で泣くっていうね、うんうん、アホの空間ですよ。アホじゃないですよ。それがだからあれだと思いますよ、うん、周りから見たら、うん、あ、そんなに辛いんだったらやめたらいいのになみたいななんで出ないんだろうなこの人たちって多分思ってたと思います。なるほどね、辛くて泣いてる、辛くて泣いてんだろうなって、だからね、まあ分かりますよ、その感動的な泣き、それだからちょ昨日でしょ、だから、うんうん、あ、昨日昨日ですよ。だから僕見てました、ね。あなたも見てたの？そのね、の病気が見つかって4ヶ月早く生まれちゃう。はい、そう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 。赤ちゃんがね、はい、もう本当にすごい平均で3000何グラムのやつが、うん、ものすごい何百グラムしかないっていう、そう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 、状況からこうどんどんすくすく成長していくみたいなやつですよ、うんうん。ちょっと待ってください。あなたも見てるじゃないですか。見てますよ。ちょっと待って、完全に見てるね、その説明の仕方。見てます、見てるじゃないですか。見てます、見てます。あの時に、泣いてたんです、こっちはサウナで。いや、だからバカだなっていう話をしてるわけですよ。で、あなたも泣いてたでしょ。いや、僕は泣いてますよ。だから、家かサウナかの違いなのよ。違う、だからこれ。結局、言ってんのよ。これは、言ってたじゃん。これは大きな違いよ。いや、大きな違いないよ。だって、これは一人で部屋で見てるわけですから、はい、誰にも迷惑はかけてる、いや、こっちだって迷惑はかかってないよ、みんなに。いや、もう6人全員迷惑かけてる。じゃあお互いがお互いに。じゃあ、6人同じことしてるから迷惑ではないのよ。いや、でもその空間にはなんか、ね、新たに誰かが参戦したら絶対迷惑の空間になるわけじゃない、うん、いや、そんなことないですよ。いやいや、もうこれはだからね。いや、結局同じですよ、あなたも。同じです。いや、違います。俺だってそんな過酷な環境で俺そんな泣かないもん。泣けないもん。もうしんどいなしか思わないかもしれない。そう、俺はね、もともとそのサウナそんなあれだから。いや、どう、同じでしたね。完全に一致してました。同じじゃないよ。さあ、インスタライブの方でコメントいただいております。ヒロロンさん、こんにちは。こんにちは。伊藤さん、伊藤さん、こんにちは。こんにちは。ガッテガッテ、連鎖反応。前回は玉木の話、今回はサウナで号泣の話って。あ、そう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 、よくないよ、本当に。どういうあれなんだこいつらってなるの。その振り幅が大きくて、いい話するかと思えば玉金の話しかしねえしっていう、どっちなんだこいつらっていう話ね。でもなんかわかんないですけど、なんか一体感は生まれましたね、いい感じの、だからいい空間ではありましたよ、優しい12個の玉金たちが。じゃあ確かに、まあ12個の玉金。何が、いやいや、14個ですよ、あなたも入れたら。いや、だから俺は入んないって。いや、同じですもん、だって同じ番組、まさか同じ番組見て、いやいや、まさか同じ番組見て同じ時間に泣いてるとは。いや、僕は泣かないですよ。いやいや、泣いたって言ってましたよ、ね、もう手遅れですよ、ね、手遅れ手遅れ。僕はもう人の心は捨てました、ね、いやいや、手遅れですよ。だからちょっと今度は気をつけた。だからそういうところではなるべくスポーツがさっと見れるじゃん。お前スポーツでも泣くじゃん、お前。お前は何の理由をつけても泣くじゃん。まあ確かにスポーツで泣きました。今日も朝ね、クロアチアのね、うん、クロアチアの、うん、モドリッチって選手がね、うん、いるんですよ、うん、もう大ベテランの、うん、でイタリアと戦って、あれ言いましたっけ僕この話、うん、あでもこ昨日一昨日の話だからなんですけど、うん、ユーロという、うん、ヨーロッパの、ヨーロッパ選手権という国代表、4年に一度の、すっごい大きな大会あるんですよ。うん、ヨーロッパで誰、どの国がナンバーワンかっていう。うん、で、それで、グループで、クロアチアとイタリアが同じグループだったんですね。うん、で、クロアチアが1対0で勝ってたんですよ。うん、このままいったらクロアチアが突破できるんですね。うん、でも、残り
1分でイタリアが同点に追いついたんですよ、うん、でこれ引き分けだとクロアチアはいけないんですね、はいはい、でイタリアでモドリッチはその時スタメンだったんですけどもう残りちょいぐらいで下がってベンチで、うん、そしたらこう点決められた瞬間こうなってるわけですよ。モドリッチがモドリッチしたわけだ。あ、モドリッチがモドリッチかどうかわかんない。ベンチにモドリッチっつって。あ、そう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 。ベンチにはモドリッチしました。うん、だモドリッチがベンチにモドリッチっつって戻ってるわけ。してました。いいギャグ持ってんねん。確かに。うん、でそのそれ終わった後に、うん、その記者会見で、うん、敵の国はイタリアの記者ですよ。うん、もうベテランですから引退も考えてるわけですよ、うん、そこで今日の試合ありがとうございましたと、うん、イタリアの記者がね、うん、モドリッチ選手今日の試合ありがとうございましたと、うん、私は今まであなたのプレーで何、うん、いくつもの感動を、うん、与えてもらってきましたと、うん、どうかこれからもできる限り現役で居続けてくださいっていう、うん、いう言葉に対してモドリッチはちょっと涙目になりながらイタリア語でグラッツェって言うわけですよ、うんそのリスペクト、お互いをね、敵、さっきも敵でしたけども、うん、お互いをリスペクトしてるっていうね、やつで、今日の朝ちょっと泣いてきましたね。なるほど。うん。だからお前もう何でもいいんじゃん。なんで、何でも泣くんじゃん。言い方ひどいわ。言い方ひどいわ。何でも、もう本当にもう何でも泣くんじゃん。何でもじゃないっすよ。もうそういう背景が、うん、もう心情を捉えてほしいんですよ。やばいっすよもう伊藤さんそれはもう本当、何につけても泣くようになったらもうダメですよ。もう徳光さんじゃないのよ俺。もう本当に思いますよ。ズームインじゃないのよ俺。タッカマングローブお願いしますよ。なんで甥っ子の方で言うのよ。でもちょっとあんま、サッカーの話は伊藤さん、ね、ラジオ3さんなんでちょっとサッカーの話は。じゃあそれちょっとよくわかんないですけど。よくわかんないですけども。ねえ、さあ、というわけでございまして、フラッシュっつってね。ね、ヒロロンさん、さっきまで最悪なことがあったので気持ちが良くなかったけど、はい、お二人の話で、元気出ました。ああ、よかったです。パチンコ負けたのかな。4000円使ったけど、ただ数字回ってただけだったん、うん。さっきの俺らじゃね。休憩中に、出番の休憩中にさ。まあ、こんなね、はい私たちのバカ話でもね、はい一緒になって、はい楽しんでいただければなと思います、はい、さあ、ソーサーチャンネル、ソングサルのオーライタックマッチ、ではですね、皆様により一層楽しんでいただくためにコーナーをご用意しております、はいソースターニュースこちらはですね1週間の間に起こったニュースをですねピックアップしまして、我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます、はい、それでは今日も30分1本勝負でいってみようストスターニュース。はい、コーナーでございます。こちらはですね、先ほども説明しましたが、1週間の間に起こったニュースをですねピックアップしまして、我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます。はい、あ、ヒロロンさん。はい。違います、うん。親に買った冷風機が不良品でした。あら。これだから俺らも座った台不良品でしたもんね。不良品だよ。全然うんともすんとも言わねえんだもんだって。あれ古いんだろあれ。確かにね、うん演出が何にもなかった、ね、何にもなかった。ただ数字が回ってるっていう、ただ数字が回ってましたから。冷風機が不良品っていうのはこれね、しかも自分にじゃなく親御さんに、ね、プレゼントで、それはねちょっと申し訳ないなっていう ね、自分だったらまだなんとかね。これはもう即クレームですよ、うん、どうなってんだと、うんいう、まあ返品はね可能でしょうから。もちろんそうですよ、そうそうそう、多分もうこれはもうカスハラしましょう。いやいや、進めちゃダメなんですよ。カスハラっていう言葉、俺最近ほらよくテレビとかでも取り上げられてたんですよ。 あれだけどもさ、うん、その要はカスタマーハラスメント。ハラスメントどういうやつなの。要はだからクレームをなんか30分以上なんか言い続けてるともうそれはカスハラになりますみたいなのやってて、そんなに言い続けられる。いや俺無理よ。いやいるんだって。嘘。いるんだって、やっぱそういう中には。だってさ、クレームって言ったってさ、まあ、その、まあ、買ったものが、うん、ちょっと壊れてましたとか、そうなった時ね、うん、それはそれでもうしょうがないじゃないですか。うん、だから適切な対処をすれば、うん、後ほどやってくるじゃん。うん、そこにさ、その、時間をさ、ずーっと言い続けるって、どういう心境なの、それって。いやだからその1分溜まってたもんがあるんじゃない、うん、例えばすごくこう楽しみにしてましたと、うん、はい、ね、で親御さんのために冷風機を買いましたと、はい、ね、
で、そういった中でやっぱそのそこにはさ、うん、例えば親御さんに対しての思いだったり、あ、思いはねありますよ、それは涼しく過ごしてほしいとか、うん、っていうこうヒロロンさんがいたわけ、うん、それをその買ってその一切動かず不良品だった、うん、お前ふざけてんのかと、うん、いう話なわけですよ、やっぱヒロロンさんから。いや、じゃあヒロロンさんで話しちゃダメ。ヒロロンさんで話しちゃダメなの。いや、で、例えばね、うん、今こういう題材をもらったから言うけど、はい、だからそこに対してのやっぱ、うん、おいふざけんじゃねえよと、うん、ね、そういう思いに対して、プレゼントあったんだぞっていうやっぱ思いに対して、うん、例えば何か言いましたと、うん、でそれに対して例えばそれがね、うん、そのお店側の人間がちょっと面倒くせえみたいな空気を出してみたら、はい、やっぱこいつ舐めてんなってやっぱこうより神経を逆なでするみたいな、なるほど、それのなんかこう押し合いへし合いみたいなのもあるんじゃないかなとは俺は思うんだけども、なるほどなるほど、まあ、逆にね、なんか言うなら本当に、うん、あの適切な対処を知って、うん、もう本当にあの申し訳ございませんでしたみたいなのを言ってるのにもかかわらず、うん、もう永遠となんか言ってくるやつとかも中にはいるらしいですけどね、うん、それがよく分かんなくて、いやでもだから うん、そういう人も中にはやっぱりいるんですよ、だから、うん、だってそれ早く終わった方がよくない、タバコ吸いてんじゃん早く、だからそれはタバコ吸いながらしてんじゃないのクレームの電話だから、タバコ吸いながら、あ、それだったら、うん、それだったらすぐ切った方がいいじゃん、もういやいや、あるんじゃないそういう中には、あ、返金対応で明日送り返します、あ、なるほど、返金対応か、うん、そうか、変、こう、商品の入れ替えとかじゃないのかな、現品限りだったのかな、よくわかんない、なるほどね、あ、そうなるとね、ちょっと悲しいですよね、うん、そうです、うんうん、でも、あの、親御さん絶対嬉しいですからね、うん、そのお気持ちで、じゃあ、冷風機から、じゃあ今度エアコンにしましょう、うん、あ、ちょっと高くなっちゃう霧ヶ峰にしましょう、冷風機いいですからね、うんうん、涼しい風を、まあこれ、今年の夏はね、そうそうそう、またさらに暑いって言われてますから、はい、はい、じゃあ行きましょう、うん、え、うん、もう時間が、え、え、え、じゃねえんだよ、もうこんな時間じゃん、もう、うん、そうですよ、もう何にもできないですよ、うん、こんなもん、さっと行けばいいんですよ、こんな時間でもう何にもできない、あ、3分ぐらいしかないですよ、いや、あと3分で何を、大丈夫です、3分で俺に、4分あります、4分あります、4分で俺に何をしろって言うんですか、4分で俺に何をこうしろって言うんですか、これ、4分ありますけど、あ、じゃあこれ行きましょうか、じゃあ、はい、ですね、うん、あ、この時期になりましたよ、7月の海開きを前にという、うん、荒浜海水浴場で清掃活動、うん、はいはいはい、荒浜ね、いいですよ、やっぱり7月の海開きを前に宮城渡り町ですよね、渡り町、はいはい、荒浜海水浴場では砂浜の清掃活動が行われましたと、今年は夏行きたいな、いやそうよね、うん、この清掃活動は素足で歩ける綺麗な砂浜を次世代に残そうと、うん、宮城県内のホンダ車の販売会社17社で作る宮城県ホンダ会が2006年から行っているものという、うん、26人は従業員などおよそ280人が参加し、うん、渡り町の荒浜海水浴場の砂浜に落ちるゴミを拾い集めたという、うん、こういう活動があるからこそ、そう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 、ね、子供たちの安全よく、だからあの瓶の空破片とか転がってたりしますから、はいはい、ちょっとあのやんちゃ な、ね、ね、おバカさんたちがちょっと、うん、遊んでそのままゴミ放置したやつとか、 そうそうそう、それをこう、ね、うん、みんなで片付けてそうっていうことですよ、ゴミ持って帰る方がかっこいいですからね、本当に本当ですよ、うん、うん、ね、そりゃそうです、うん、でも今年はちょっと俺も海行ってみたいな、うん、うん、ベーハマ、ベーハマに行きたいですよ、ルーギャーを、ルーギャーをね、パーナンして、パーナンしてね全部繰り返してるだけじゃん、いや、そうそうです、バソ焼きをね、うん、焼きそばでいいよ、OC で食ってね塩で食ってじゃねえよ、やかましいよ、塩で食ってじゃねえ、フルトフランクをね、うん、フールトフランクを、ね、フールトフランクじゃない、フランクフルトでいいじゃん、何かが分かんなくなっちゃう、チャップ系つけてね、いやいや、ケチャップでいいよチャップ系って韓国料理みたいになってるチャップ系、チャプチェみたいになってるなんだこいつ、ちょっとあれどうすか、うん、前やった、うん、あの T ライズのあのなんていうの、あ、ほら、はい、ヒロロンさんから、はい、たかし軍団で海に、ああ、いいかもね、たかし軍団で、たかし軍団で、うん、ね、家族、奥さんとかね、うん、家族いる人もいるから、うん、みんなで集まってで、こう、伊藤をまず胃の一番に海に沈めてあれっつって、伊藤どこ行ったんつっていや、ここにいますよっつってちょっとハゲてんじゃないですか、俺っつってあ、それ見たいな、で、みんなで伊藤どこ行ったんつっていや、ここにいますねっつってこれ見てください、この頭っつって、
いや、伊藤なわけね、伊藤こんなハゲてねえもん。ハゲてねえよ、つって。そうそう。あ、面白いくだりできますね。そうそうそう、そういうの、ね。バーベキューとかね、いいじゃないですか。やっぱ今年はね、うん、海なのかもね。はい、僕、こう見えて結構泳げますから。僕、スイミングスクール通ってたんですよ。スイミングスクール通ってたの？そう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 。嘘。結構泳げるんですよ、僕。うん。うん。そんなイメージまるっきりなかったじゃん。今まで言ってなかったかもしれない。いや、もう聞かれなかったっていうか、言う機会がないから。うん、小学校の時、俺、習い事、スイミングスクールと、うん、あと、合気道と、うん、あと、あれやってました。うん、サッカー。うん、少年団みたいな、うん、軽く。スポーツ少年だったんだよ。そう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 。全然そのイメージないよね、水泳は。俺もだから水泳は得意ですね。そう。はい。さあ、というわけでございまして、今週は以上です。はい、エンディングです。はい、はい、では告知をさせていただきます。まずですね、次の日、7月2日ですね、朝、突撃生意気テレビさんの方で、生放送、スタジオ出ておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。それと、翌日3日ロケでございまして、それ言わなくて大丈夫ですよ。あ、本当です、で、2日の日なんですけども、生放送、スタジオ終わった後にですね、花座で、はい、出番出ております、11時からと、14時からということでございまして、はい、はい、ぜひそちらもね、遊びに来ていただければなと思います。はい、そして、その週の金曜日、7月の5日ですね、はい、事務所ライブ、T ライズライブございますので、はい、そちらも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、というわけでございまして、今週は以上でございます。また来週です。さようなら、バイバイ。